11月30日は人生会議の日です。今日は春日井市民病院緩和ケアセンターがん相談支援センター看護副局長森本優子さんにお話を伺いたいと思います。森本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。2年前の2018年にいい看取り、看取られの言葉に合わせて11月30日が人生会議の日と定められましたが、人生会議という言葉にまだ馴染みがない方もいるかと思います。人生会議とはどのようなことなのでしょうか。人生会議はアドバンスケアプランニングの愛称で、11月30日が人生会議の日です。人は誰でも生まれて自分の人生を生きて、いつかは人生の最終段階を迎えます。自分の意思で人生を歩んできても、人生の最終段階になると病気などの状況によっては自分の望むことを伝えられなくなる時があります。そのもしもの時に備えて、信頼できる人や医療者と何を大切にどのような医療やケアを受けたいのかを話し合うことが人生会議です。人生会議はどのような医療やケアを受けたいかだけでなく、何を大切にというところまで話をするんですね。もしもの時に備えてということですけれども、その時に人生会議をしておくとどのような利点があるのでしょうか。人生会議でしっかりと話し合っておくと、もしも自分で自分のことが決められない状況でも、ご本人の大切な信頼できる人がきっとこう考えるだろうなと、あなたの価値観を大切に医療者と話し合って、あなたにとって最も良い選択をすることができます。それはご本人の意思で人生の最終段階をどのように過ごしたいのかを選択したことにつながります。なるほど。何を大切にするかまで話をしておくと、自分で判断できない状況でも話を聞いている人たちは本人が望むことを考えることができるのですね。お話を聞いていると、人生会議は誰もが始めておくといいものと思いました。実際に人生会議をやろうと思ったら、まずは何から始めるといいですか。まずはご自分の考えを家族などの大切な人に伝えてください。誰でもいつ命に関わることが起きるか分かりません。普段から家族などの信頼できる人と自分の大切にしていることや、療養する場合はどのようにどこで過ごしたいのか、どうしてそう思うのかなど、もしもの時の話し合いを行うことが大切です。自分が受ける医療やケアについては、話し合いの中に医療者も入ることで、命に関わるもしもの時にどのような医療やケアを受けたいのか、またそれはどうしてなのか、そのような時は何を大切にしてほしいのかを理解し合うことができます。気持ちは変わっても構いません。みんなで理解し合うことが大切なので、繰り返し話し合いができると良いと思います。時とともに気持ちが変化したらまた話し合えばいいので、大切な人に考えを伝え、まずは話し合ってみることが大切なんですね。森本さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ご覧の皆様も人生会議に興味を持っていただけたでしょうか。春日井市在宅医療介護サポートセンターでは、人生会議をより詳しく知っていただくために、市民病院で人生会議の取り組みに中心的に関わってみえる緩和ケアセンター部長の会津医師に講演いただきます。皆様のご都合の良い時間にご覧いただけるよう、今回はインターネットによる配信で市民講演会を開催いたします。動画の配信期間は11月30日から12月15日までとなっております。申し込みは電話または出張所等に置いてあるチラシ裏面の申し込み用紙に必要事項をご記入いただくか、口座名、氏名、住所、年齢、電話番号を記入したものをファックスでお送りください。動画の視聴は申し込み受付後に送付する URL から視聴いただけます。申し込み受付先着500名にURL の送付と合わせ、この市で作成したエンディングノートを申し込み1名につき1冊お送りします。今回の講演は人生会議のことがより分かっていただけるものとなっておりますので、ぜひお申し込みください。